皆さんいかがお過ごしでしょうか。ワインで乾杯。今日はワインに合う一品ご紹介していきたいと思います。ご紹介の前にこの部屋で一つだけ変わったことがありまして、エアコンつけさせていただきました。前回の動画見ていただいた方、お気づきの方もいらっしゃるんですけれども、遠藤さんというゲストの方がですね、もう本当こう、もう湧き汗というか、もう汗がすごいというコメントを多数いただきまして、エアコンつけさせていただいたんですけれども、40度ぐらい気温が上がってしまってですね、もう命に関わるということで、業者さんに頼んで、ちょっと資格の関係もあったので、今回は業者さんにお願いしてエアコンをつけさせていただきました。とても快適です。そして今日ご紹介していく食材を早速出します。こちらでございます。カラスミでございます。カラスミといえば日本三大珍味の一つと知られておりますけれども、日本以外でも食べられている食材の一つです。今日はこちらのカラスミにこのオリーブオイル、バージンオイルをかけてですね、白ワインと一緒にいただいていきたいと思います。こちらのカラスミなんですけれども、私日頃から愛用させていただいております吉池御徒町店で買ってきました。吉池さんといえば本当に鮮度の高い新鮮な魚介類から野菜フルーツまで数多くの品物を取り揃えているお店なんですけれども、本当に仕事が早く終わった日には量がなくてもついつい足を運んでしまってですね、私もワインに合う食材を選ぶ時には吉池さん使わせていただいております。皆さんもワインに合う食材お探しの際は吉池御徒町店でぜひご利用してみてはいかがでしょうか。またこちらのまな板、今日カラスミを切るために買ってきたんですけれども、材質は桐でございます。この桐のまな板、こちらはビバホーム豊洲店で買ってきました。 DIY をするときにはビバホーム豊洲店、こちらもよく利用させていただいているんですけども、もう木目も綺麗ですし、なんといってもこのサイズ感、今日このままこれをお皿として使っていきたいと思います。単身赴任の方にもちょうどいいサイズだと思いますので、こちらもおすすめです。コスパ最高の258円、まだまだ在庫もありますので、気になった方はビバホーム豊洲店ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。それでは早速調理していきたいと思います。今回本当このカラスミ、塩分も結構含まれておりますので、もう塩すら使わずにこちらのカラスミにオリーブオイルをかけるだけという形ですね。そういった形で調理するというか、もう本当に一手間だけです。で、こちらのカラスミ皮が気になる方はですね、少し水で戻す、またお酒で戻してですね、薄皮を丁寧に剥いた後にスライスしていくことをお勧めするんですけども、私全く気になりませんので今日はこのままいただきたいと思います。早速切ったカラスミを並べてみました。ここにオリーブオイルをかけるだけ、この一手間でございます。このあえての切りのまな板のままオリーブオイルかけていきたいと思います。緊張の一瞬です。いきます。完成です。そして本日このカラスミと一緒にいただくワイン、本日ご紹介するワインはこちら、ロモアスネコルトンシャルルマーニュヴィンテージ2014年の白ワインでございます。2014年のロモアスネ、以前ですねシャルムシャンベルタンの2014年ご紹介させていただいたんですが、非常にヒョウとスズキの脅威にさらされて、ブドウの栽培にすごく難しいと思われた年なんですけれども、この畑のブドウに限ってはとても良い品質に育ったということで、ワインコマーシャルのディレクターのコメントも出ております。本当に背景にあるテロワールも感じることができてですね、赤白ともに素晴らしい出来ということで、こちらの白ワインも至極の一本ではないでしょうか。早速開けていきたいと思います。
そうですね、とてもいい柑橘類の味がしますね。記憶の一本と言える香りがします。早速注いでいきたいと思います。いや、とても華やかな豊富な柑橘類の香りがします。至極の一杯と言えるのではないでしょうか。それでは早速いただきたいと思います。ワインで乾杯。いただきます。そうですね、酸味がとても感じられて、その後にしっかり果実味、そして甘み、そこまで渋みはないんですけれども、力強いボディは感じることができます。色もとても綺麗ですし、本当に今日のこのカラスミと合うんじゃないかっていうのもあるんですけれども、まだまだこの2014年美味しいんですけれども、セラーをお持ちの方であればですね、熟成させることによって変化も楽しめる、そんな一本だと思います。そうですね、飲み頃皆様人それぞれお好みあると思うんですが、熟成もっと10年15年20年と熟成させる楽しみも秘めたんですね、白ワインではないでしょうか。至極の一杯です。とても美味しいです。それでは今日調理したカラスミいただきたいと思います。いただきます。こちらも綺麗な色しております。いただきます。いやー、ものすごい美味しいです。もうこのカラスミ自体にも本当旨味、コク、そしてもう甘さも広がってですね、もうさすが海のチーズと言われるだけあって、この白ワインとも抜群に合うんじゃないかと思います。早速白ワインとも一緒にいただきます。もう一口カラスミいただきます。いただきます。ありがとうございます。ものすごく美味しいです。このカラスミの粘性も加わって、この酸味のしっかりある白ワイン、ルマースでのこの2014年最高でございます。もう口の中でしっかりとマッチして、これもう最高のマリアージュだと思います。今回このカラスミとオリーブオイル、あたかもオリジナルのように紹介してしまってはいるんですけれども、実はそうではなくてですね、とある番組で、旅番組なんですけど、ギリシャを訪れた時にですね、現地の方がカラスミとオリーブオイル、そしてこの白ワインがよく合うんだっていう、番組を見る機会がありまして、これは美味しそうだなと思って、実はもう一回家で僕試してみたんです。そうしたらもうものすごく白ワインと相性が抜群でですね、今日ご紹介するこのワインともこれは合うんではないかと思いまして、もう皆さんに知っていただきたくて今日真似させていただいたというところでございます。もう今日のワインともしっかりマッチしておりますので、ぜひ皆さんもお試しいただければと思います。そして今日ご紹介させていただいたルモワスネコルトンシャルルマーニュヴィンテージ2014年、こちらも EC サイトの方でご紹介しておりますので、もう数に限りがございますので、ぜひお早めにご確認いただけたらと思います。本当に今の段階でも美味しい、ただ熟成させた後に変化も楽しめる白ワインだと思いますので、1本とは言わず2本セラーに入れておいてですね、お好みのタイミングで栓を抜いていただいて、そういった変化楽しんでいただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またセレクトしたワインご紹介する動画アップしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは皆さんご一緒にワインで乾杯。